札幌中央区の中央小学校では午前10時から卒業式が行われ、93人が卒業証書を受け取りました。新型コロナウイルスの感染対策により、式は卒業生と保護者のみの参加となったほか、在校生のメッセージや卒業生の言葉は事前に収録した動画で伝えられました。卒業おめでとう。そして夢に向かって大きく羽ばたいてください。